トム・ヘインソーンはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手、指導者、解説者。ニュージャージー州、ジャージーシティ出身。プロリーグ NBA 入り後は、その生涯をボストンセルティックスに捧げ、2008年現在までに、セルティックスが達成した17回の優勝すべてに、選手、コーチ、あるいは解説者、時に助言者として何らかの形で関わった人物であり、 NBA 随一の名門チームのき字引きといえる存在である。背番号15はセルティックスの永久欠番であり、1986年には殿堂入りを果たし、2015年にはコーチとしても殿堂入りした。日本ではトム・ヘインソーンとも表記される。トム・ヘインソーンことトーマス・ウィリアム・ヘインソーンはニュージャージー州ジャージーシティに生まれ、ユニオンシティで育ち、 聖ジョセフ小学校でバスケットボールの手ほどきを受けるようになった。高校は聖イマイケルズ高校に進学し、最終学年には平均28得点を記録し、高校オールアメリカンに選出された。高校卒業後のヘインソーンの進路は注目の的となり、40以上の大学から勧誘を受けた。ヘインソーンは奨学金を得てホーリークロス大学に進学した。 大学での3年目となる1954から55、シーズンには23.3得点14.8、リバウンド、最終学年の1955から56、シーズンには27.4得点21.1、リバウンドを記録し、a p 通信選出のオールアメリカファーストチームに選出された。ボストン大学との試合では51得点を挙げている。 ボストンセルティックスのヘッドコーチ、レッド・アワーバックは、ヘインソーンの同期にあたるビル・ラッセルには、非常に大きな関心を示し、彼を獲得するために、あらゆる労力を惜しまなかったが、ヘインソーンに対してはそれほど大きな可能性を感じていなかった。アワーバックとセルティックスは、チーム均衡の選手を指名できる、地域指名を使って、ヘインソーンを指名するものの、 ヘインソーン自身も NBA 入りにはさして興味を示さず、ボブクージーの助言を受けなければ、セルティックスに入団しなかった可能性もあった。先見の民があり、数々の名選手を発掘してきたアワーバックだが、ヘインソーンへの評価に限っては、彼は誤った判断を下していた。彼はルーキーイヤーから目覚ましい活躍を見せ、 全72試合に出場して16.2得点9.8リバウンドを記録し、アワーバックに嬉しい誤算をもたらしたのである。同期のビル・ラッセルとヘインソーンは、脅威の新人として、セルティックスのインサイドを固め、ディフェンスに特化したラッセルに対し、ヘインソーンはオフェンスを担当するバランスの良い配置となり、以後セルティックスはインサイドで、他のチームに大きなアドバンテージを持つようになった。 新人王レース最大のライバルは相棒のラッセルだったが、ラッセルはメルボルン五輪出場のため24試合を欠場したため、ヘインソーンが新人王を獲得した。またルーキーにしてオールスターにも選ばれている。ボブ・グージーにビル・シャーマン、フランク・ラムジーの子さんの選手にラッセル、ヘインソーンが加わったセルティックスは、プレーオフを勝ち抜いてファイナルに進出し、 セントルイスホークスを破って初優勝を果たした。このシリーズは第7戦までもつれる接戦だったが、ヘイン・ソームは第7戦で37得点23リバウンドを上げる大活躍を見せている。なお、前述のセルティックスの選手はいずれも将来伝道入りを果たしており、彼らの背番号はすべてセルティックスの永久欠番となっている。セルティックスは ラッセルとヘインソーンの加入により、空前絶後の黄金期を迎えるのである。翌1957から58シーズンには17.8得点10.2リバウンドと平均ダブルダブルを達成し、プレイオフでは2年連続で、ファイナルで、宿敵ホークスと対決するも、今回はホークスに軍配が上がり、セルティックスの連覇はならなかった。しかし、 1> 翌1五十八から五十九シーズンのファイナルでは、セルティックス生涯のライバル、ミネアポリスレイカーズを破って二度目の優勝を果たすと、この年を皮切りに、セルティックスは、アメリカスポーツ界の金字塔となる八連覇を成し遂げる。チームが黄金期を迎えるとともに、ヘインソーンも全盛期を迎え、彼とセルティックスが三度目の優勝を遂げた1五十九から六十シーズンには、 キャリアハイとなる21.7得点10.6リバウンドを記録。これはチームトップの成績だった。イゴ・ヘインソーンは3シーズン連続で平均20得点以上を達成し、チームのリーディングスコアラーとして活躍した。ヘインソーン自身が振り返って、彼のキャリアの中で最も忘れがたい試合は1960年のプレーオフ地区決勝である。この年はリーグを怪物ルーキーウィルと チェンバレン旋風が吹き荒れた年で、セルティックスは、プレーオフ地区決勝で、チェンバレンが所属する、フィラデルフィア・ウォリアーズと対戦。3勝2敗で、セルティックスがシリーズに王手をかけた第6戦、ヘインソーンは勝ち越しとなる、ブザービーターを決め、チェンバレンとウォリアーズに引導を渡した。1960年代中盤に入っても、セルティックスは、衰えることを知らず、 連覇記録を伸ばしていったが、チーム内では世代交代が進み、クージーとシャーマンは引退し、ラッセルを絶対的な大黒柱としつつもチームの主役は、ジョン・ハブリチェックら若い選手に移りつつあった。ヘイン・ソーンの成績も少しずつ交代し、そしてヘイン・ソーンとセルティックスが7年連続8回目の優勝を手にした1964から65シーズンを最後に、 ヘインソーンは現役から引退した。NBA 通算成績は旧シーズン654試合の出場で12,194得点5,749リバウンド、平均18.6得点8.8リバウンドだった。インサイドにリーグ史を代表する選手、ビル・ラッセルがいたため、ヘインソーンの功績は影に隠れがちだが、彼が8連覇時代のボストン王朝にとって、 非常に重要な選手であったことは疑いない。俊敏さと優れたシュートタッチを兼ね備え、抜群のクイックリリースから放たれるジャンプシュートの軌道は独特の水平線を描いた。その得点オプションはアウトサイドからのジャンプシュートだけで、なくフックシュートや様々な動きを駆使したレイアップなど多岐にわたり、まさにどこからでも点が取れるスコアラーだった。一方でシュートを打ちすぎる傾向にあり、 チームメイトからはトミー・ガンと呼ばれた。キャリア全般でフィールドゴール成功率が低く、このことでパワーバックとはたびたび衝突していた。現役時代のヘイン・ソームはボブ・クージーの後を継ぎ、1958年に第2代選手会長に就任した。当時の選手会はまだ正式な労働組合として認められておらず、ほとんど実行力を持たなかった。 しかし1964年のオールスターに初めてテレビ中継が入ることを知ると、これを後期と見たヘインソーンは他のオールスター出場選手と結束し、オールスターをボイコットする姿勢を見せ、強引にリーグと球団オーナーを話し合いのテーブルにつかせることに成功した。結果、選手会は正式に団体交渉権を持つ労働組合として認められ、また、 選手会側からの要求もいくつか通った。このオールスター決起により、以後選手会は急速に力をつけていき、後のフリーエージェント制度確立にもつながった。ヘインソーンは1965年まで会長を務めた。セルティックスを伝説的な8連覇に導いた。アワーバックは、ゼネラルマネージャーに専念するため、1966年を最後にヘッドコーチから退いた。 アワーバックは公認に選手からの信頼も厚いヘインソーンを指名したが、ヘインソーンはこれを辞退した。理由を尋ねるアワーバックに、ヘインソーンはラッセルを扱うことは誰にもできないとし、ラッセル自身をコーチにするよう強く推薦した。こうしてアメリカ次第メジャースポーツ史上初の黒人のヘッドコーチが誕生した。ラッセル選手兼ヘッドコーチ体制のもと、セルティックスは、 さらに二つの優勝を手にした。ラッセルが引退し、コーチから文字した1969年、アワーバックは改めて、ヘッドコーチ就任の要請の手紙をヘインソーンに送った。今度こそ、ヘインソーンは、アワーバックの要請を受け入れ、セルティックスの第5代ヘッドコーチに就任した。1960年代を絶対王者として過ごした、セルティックスだが、 ヘインソーンが就任した当初のセルティックスはラッセルが引退しており、大黒柱不在の状態からヘインソーンは指揮を取らねばならなかった。そして就任1年目は34勝48敗と負け越し、セルティックスは実に20年ぶりにプレーオフ進出を逃した。ヘインソーンと GM のアワーバックは再建に着手し、1970年の NBA ドラフトでデーブ・コーエンスとジョ・ジョ・ホワイトを指名。ヘイン・ソーンはセンターとしてはやや小柄なコーエンスをあえて積極的に起用し、速攻の名手であるホワイトと合わせて走れるチーム作りを行った。ここにエースのジョン・ハブリチェック、コーエンス、ホワイトと新生セ,セルティックスの新しい核が誕生し、 翌1970から71シーズンは44勝38敗、さらに翌1971から72シーズンには56勝26敗を記録し、見事に再建を成功させた。1972から73シーズンは少なくとも、プレーオフまでは最高のシーズンを送った。当時のチーム史上最高。 リーグ史でも屈指の高勝率となる68勝14敗を記録し、ヘインソーンは最優秀高知賞に輝いたのである。しかしプレーオフでは速攻を主体とするセルティックスに対し強固なディフェンス力を誇るニューヨークニックスの前に2年連続で敗退した。翌1973から74シーズンは勝率を落とすもののそれでも56勝26敗の 好成績を記録し、そしてプレイオフでは宿敵ニックスを破り、チームにとっては5年ぶりとなるファイナルに進出。対戦相手は、東大随一の名センターカリーム・アブドゥル・ジャバー擁するミルウォーキーバックスだった。218センチメートルのジャバーに対し、206センチメートルのコーエンスとセンター対決では、分が悪いかに見えたが、しかし相手、 スモールラインアップを採用したヘインソーンの哲学が、ここでつき、コーエンスは、スピードで、ジャバーをかく乱し、勝敗が決した第7戦では28得点14、リバウンドを記録して、チームを5年ぶり12回目の優勝に導いた。ヘインソーンとセルティックスは1シーズンを置いて、1975から76シーズンにも優勝し、ヘインソーンは、 自身10回目の優勝を果たすとともに、セルティックスの優勝記録を13回に伸ばした。1970年代終盤に入ると、選手の高齢化が進み、そして1977から78シーズンに開幕から不振に陥ったことを契機に、ヘイン・ソーンはヘッドコーチから退いた。コーチキャリア通算成績は9シーズン690試合。 427勝267敗、勝率619。プレーオフ進出は6回、優勝は2回だった。コーチ、2015年。ありがとうございます。